インコで、オウムトインコは多くの種類が絶滅の危機に瀕しているんです。野生下での現状についても興味を持ってもらおうという取り組みになっております。こちらルリコンゴインコのラドン君、頭がつるっと丸みを帯びていますね。そしてこちらライラちゃん、トサカのようなものが大きく広がりました。この部分をクレストと呼びます。このクレストがあるものがオウムとなります。オウムやインコたちは仲間同士でコミュニケーションを取るためにさまざまな声を出します。お名前はラドン。おお、上手ですよね。オウムとインコたち、ちょっと飼ってみたいなと思った方もいるかもしれません。ここで皆さんに一つ考えてほしいんです。それは鳥さんたちの寿命、50年から80年生きると言われています。ルリコンゴインコを飼ったら皆さんおじいちゃんとおばあちゃんになってしまいますよね。最後まで面倒見れるかなっていう考えることがとっても大切なんです。地球にはおよそ9000種類もの鳥たちが生活をしています。環境の変化によって数を減らしている種類も少なくはないんです。さあ、6月15日はオウムインコデー。この鳥たちが住んでいる環境や今置かれているその環境問題にまで興味を広げていただけると、この鳥たちも非常に嬉しく思います。